ハートフォードはアメリカ合衆国バーモント州ウィンザー郡の町である。州の南東部にあり、ニューハンプシャー州との宗教に接し、週間高速道路89号線と同91号線の交差点に位置している。ホワイト川がコネチカット川に合流するところでもある。町内を夫を口川も流れている。町域は5つの未編入ビレッジで構成される。すなわちハートフォード。 口、ウェスト・ハートフォード、ホワイト・リバー・ジャンプション、ワイルダーの各ビレッジである。人口は2010年国勢調査で9952人だった。2000年時点で1万人を超えていたが、この10年間で減少して、大台を割った。ニューハンプシャー州にもまたがるレバノンショート市県に属している。ハートフォードとなった町は1761年に、 ニューハンプシャー植民地総督ベニング・エントワースが認証した。町名はコネチカット州の州都ハートフォードから取られた。ハートフォード町は北緯43度39分52秒整形72度23分12秒、北緯43.66444度整形72.38667度、43.66444マイナス72.38667に位置している。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は45.9平方マイルであり、このうち陸地45.0平方マイル、水域は0.89平方マイルで、水域率は1.93%である。留意定以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。